コイコイ人は南アフリカ共和国からナミビアの海岸線から高原地帯、カラハリ砂漠などに居住している民族である。以前はホッテントットと呼ばれていた。コイコイ人と三人を合わせた総称としてコイ三族と呼ばれる場合がある。三人と共にアフリカの最古の住民であると考えられており、最も古くに分岐した Y 染色体。 ハプログループ A 系統が高頻度に見られる。1905年には南西アフリカのドイツ支配に対してホッテントット放棄と呼ばれる戦争が起こり、ドイツ軍による大虐殺の被害を受けた。ドイツ本国ではこの戦争の是非をめぐって国会が解散、総選挙となった。この選挙はホッテントット選挙と呼ばれた。特徴的な伝部女性にホッテントットのエプロンと呼ばれる。 小陰心身長が見られる。人工的に身長を目的に工夫したと誤解されるが、誤りで、これは彼らの身体的特徴である。さらに伝部が極端に突出している特徴があり、これは油尻と呼ばれる。また、男性は睾丸の片方を除去する反拒性と呼ばれる通過儀礼を行っていた。差別語、部別語など、 不適当な先住民の故障を改める動きが盛んになる20世紀後半以前は世界各地でホッテントットと呼ばれていた。生語の吸着音を言語として区別できなかった初期のオランダ系移民が音を真似してアフリカンス語でドモ人の意味で使い始めたのが語源とする説がある。2016年にはデンマーク国立美術館が ホッテントットを正式名に用いた作品の展示名を変更する動きがあった。この措置に対しては歴史の浄化であるなど、負の歴史の保存、伝承の観点から批判の声が上がった。デンマークでは他にも遊園地に1990年代に作られたメリーゴーラウンドの名称、ホッテントットカルーセルや、それに付随するアフリカの黒人部族を模した作り物、 などが2015年に差別的だとの抗議があり、Facebook での批判コメントを削除するなど、遊園地側の一時的な抵抗があったものの、2018年に安倍勝手に解明され、作り物はゴリラに置き換えられた。ちなみに同様に批判があった、囚われた入職者の釜茹でをイメージした、コーヒーカップの一種、カーニバルポットは改善されていない。ありがとうございます。